ロシア国内において、昨年9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役のうち、満足な訓練を受けることなくウクライナの最前線に配備された兵士たちの、その多数が過酷な戦場で生き延びることができず戦死していることが伝わっているね。最近では、最前線に投入された招集兵たちがよほど寒かったであろうか。あろうことか敵の目前に焚き火を起こして暖を取ろうとしたためにウクライナ軍のドローンによって発見され、攻撃を受けている様子が撮影された動画がロシア国内で拡散されていたことが伝わっていたが、現在は削除されているというぜ。かわいそうとしか言いようがないよね。満足な装備もなく、どう動けばいいのかもきちんと教わっていないんだろうし。さて今回はロシア軍のお粗末な実情について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。帝政ロシアから旧ソ連と、世界最強の陸軍国としてその名を馳せてきた伝統を引き継いだはずのロシア陸軍であるが、ウクライナへの侵略戦争で晒してきた数々の集大によってその実態が明らかになりつつあるよ。例えば2022年12月にアメリカのニューヨークタイムズがロシア軍の実態を紹介する特集記事を公開しているが、その中にロシアはウィキで銃の扱い学ぶ?との記事があり、それによるとロシア軍の前線に配属された予備役招集兵が、自動小銃の使用方法を訓練で教えてもらえず、インターネット上の百科事典であるウィキペディアで調べてその使用方法を学んでいたと見られるなど、銃の扱いすら教えてもらえないなんて、そんな状態で戦地に投入しても、結果は目に見えているよね。現在のロシア軍において標準となっている自動小銃 AK-74 は、カラシニコフと呼ばれる旧ソ連製のアサルトライフル突撃銃の系列で最新型の自動小銃で、その始まりは AK-47 と呼ばれる1949年に旧ソ連軍に正式採用された突撃銃だな。この AK-47 は、実戦における過酷な使用環境や戦時下での環境が、劣悪な生産施設で生産を実施する可能性が考慮されていて、部品の精度の幅が大きく取られ、優れた信頼性と耐久性に高い貫通力、高い生産性などが実現されていることから、全世界に広く普及して世界で最も多く使われた軍用銃としてギネス世界記録に認定されているぜ。9月に動員された予備役招集兵たちも本来であれば、ロシア軍の正式自動小銃である AK-74 が支給されるはずであるが、戦場での損失が大きかったためか予備役招集兵たちには保管在庫となっていた、AK-47 が支給されていたとの情報があり、中には保管状態が劣悪なものが含まれていて錆びついているものがあるとの噂もあるんだ。また、AK-74 が使用する弾丸が 5.45mm であるのに対して、旧式の AK-47 は 7.62mm 弾を使用しているため、AK-47 を支給された動員兵によっては弾丸の支給が間に合わず、銃剣のみを渡されて最前線に投入された部隊があったとの情報があるほど、ロシア軍の兵站が混乱していたみたい。さらにロシア軍は9月時点までのウクライナにおいて、一説には10万人以上の死傷者を出しているとの情報もあり、練度が高い前線の兵士たちが次々に戦線を離脱し、後方部隊も前線に投入されていく中で、動員兵の教育を担当する教官が不足していることが明らかになっており、動員兵たちには満足な訓練を受けさせるゆとりがないと見られているぜ。その状況下では、70年以上前の正式銃である AK-47 の取り扱いを説明できる教官が不足している可能性もあり、ウィキペディアなどネット上の情報を利用して古い銃の取り扱いを説明していたとしても不思議はないとする声は多いんだ。このことを報じたニューヨークタイムズの報道内容と、動員兵たちがスマートフォンで隠し撮りして SNS に投稿された動画や画像では、自動小銃の取り扱いを教える教本がウィキペディアのコピーであったとされているよ。予備役動員兵たちに支給される装備については、9月の動員当初からその悲惨な状況が伝えられており、防寒具や寝袋を自己調達して入隊するようにとの命令が出され、ホームセンターなどで購入して入隊したとの話が聞かれるほか、
本来ならば完全に支給されるはずの制服や防弾チョッキなどを自前で用意させられた部隊もあるというね。ウクライナ侵略中に1日にかかる戦費が2兆円とも言われている中で、西側諸国からの各種の制裁が続き、石油やガスの収入が減少している中で経済が疲弊しつつあるロシアでは、いきなり大増員した兵士たちへの装備まで費用が回っていないのではないかとの見方があり、部隊によっては医療品や食料までをも持参して入隊する指示が出ているところもあるとされ、SNS などに上げたとされている画像や動画の中には、作業で使うゴム長靴を履いた兵士が見られるなど、軍火すら支給されていない可能性が指摘されているみたい。年が明けて極寒期となるウクライナは、日本で言えば北海道の気候と似ているとされ、日中でも氷点下となる真冬日が続くのであるが、冬の寒さは陸軍の地上部隊にとっては大きな問題となり、氷点下の気温は兵士の命を奪うこともあるよ。マイナスの気温の中では野外での行動は危険が伴って大きく制限され、兵士は凍傷や低体温症などに悩まされて場合によっては死者が出るとされ、さらに風が強い中では体感温度が大きく下がり、風速が1メートル強くなるごとに体感温度が1度下がるとされていて、部隊の動きを鈍くするだけでなく士気を大きく低下させるね。冬季の戦闘では防寒着が必要なのはもちろんだが、激しい動きをした後にかいた汗をそのままにしておくと放射熱によって体温を奪われて低体温症となって命を落とす危険があり、汗を吸った下着などを常に変える必要があって、そのために衣類だけでも夏場とは比較にならないほど大量に必要となるぞ。また、寒冷地で戦う兵士には体温を維持するために高カロリーの食事が必要不可欠であり、どの国の軍隊でも寒冷地仕様の特別な戦闘糧食を準備していて、アメリカ軍などでは一般に知られている戦闘糧食ミール、レディープーイート MRE とは違う。非常に高カロリーなミール、コールドウェザー MCW と呼ばれる凍結の恐れのない、フリーズドライの食品で構成された戦闘糧食が用意されていて、この MCW はそのパッケージも MRE が茶色であるのとは違って雪原などで出しても目立たない白色となっているんだ。ウクライナ軍の兵士たちの中には北大西洋条約機構NATO仕様の防寒着を着用している兵士がいて、西側諸国からの支援によって防寒具類などの医療品は十分に支給されているものと見られているんだけど、ロシア軍では西側メディアから伝わってくる情報が真実であるとするならば、野外で露営している兵士たちの多くが凍傷や低体温症となって戦闘不能の状態に陥っている可能性が高いと見られているよ。現代の戦闘では塹壕や陣地の上空には常に偵察用ドローンが飛び交っており、敵と対峙している最前線で塹壕や森林中などに潜んでいる際、夜間に焚き火をしたらどういうことになるかは戦闘経験のない素人が考えてもわかることであり、発見されれば当然攻撃を受けるのは火を見るよりも明らかだよね。しかし、その金を破ってでも火の暖かさが欲しいほど凍えていたのだとしたら、その結果として攻撃を受けたロシア兵があまりにも哀れだと思う。また、ロシア軍には衛生上の問題もあり、この冬は世界各地で新型コロナだけではなく数年ぶりのインフルエンザの大流行が懸念されているのであるが、ウクライナ軍の反攻によって慌てて敗走したロシア軍の陣地などが撮影された画像を見る限りではゴミなどが散らばり、お世辞にも衛生的とは言えない環境であるため、ロシア軍の間で冬の感染症が蔓延する可能性が指摘されているな。これらの他にもウクライナに投入されているロシア軍には冬期間における数々の問題点が指摘されており、この先地上戦で戦況を挽回することは難しいとする専門家は多く、もはやロシアは民間へのミサイルやドローンによる非人道的な攻撃を続けることで、ウクライナ民間人の戦意を削いで降伏させることしか勝利の道はないとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。